どうも戦国係長のなりです。今回は関東の名門佐竹氏について話していきたいと思います。どうですかね、今回からこんな感じでやっていきたいと思います。はい、ちょっとですねサラリーマン感がないんですけれども、テレワーク的な感じでお送りしたいというふうに思います。よろしくお願いします。このチャンネルでは関東の戦国時代に関する動画を定期的に配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、今回紹介する佐竹氏というと、戦国武将としてあまり人気も認知度も低い一族ですよね。誰か名前を挙げてって言われてもなかなか出てこないというふうに思います。まあ戦国時代末期の佐竹義信くらいは出てくるかななんていうところですかね。まあ正直僕自身も義信はまあなんとか知ってたけど、それ以外分かりませんっていう感じだったんですよね。でも今回この佐竹氏について学んだことでびっくりしたのは、この一族歴史がめちゃくちゃ古くって、他にはない歴史を歩んでいたんです。それは今の僕たちにも教訓となるような生き方だったんですね。そんな魅力たっぷりで謎多き佐竹氏について歴史に沿って紹介していきたいというふうに思います。そして最後に、どうしてこの佐竹氏というのは何百年も続く名門の一族となったのかについても話していきたいと思います。佐竹氏の始まりというのは実はめちゃくちゃ古くって、平安時代末期まで遡るんですよ。すごくないですか？やばいですよね。佐竹氏のルーツはもともと清和源氏の河内源氏源義満が佐竹氏の祖と言われています。この頃の主な拠点というのは都になっていて、まあ官僚的なポジションだったわけなんですね。で、東国日立の国の利権争いに介入していくうちに、頻繁に関東に来るようになって、日立の国の勢力権を持つ日立平氏とつながり、義満の孫の代で独立、佐竹氏の初代となります。ちなみに義満の子の義清は甲斐源氏の祖、つまり武田氏のご先祖様っていうことなんですよね。こういったところにも意外なつながりがあったんですね。詳細は不明ですが、後に佐竹郷を本領として佐竹を名乗るわけですね。現在の日立太田市には真坂城、別名佐竹城というお城があります。このお城は佐竹氏発祥の地とされていて、初代がここを奪って本拠としたと伝わっています。佐竹氏の歴史はここから始まったというわけですね。さらに真坂城から東にある日立太田城に移り、着々と勢力を広げていきました。日立太田城は現在は学校宅地化されていて遺構はほとんどありませんが、本拠を水戸城に移すまでの460年にわたって佐竹氏の本城として活躍したお城になります。この時点ではだいぶ日立平氏からは独立していると考えられますが、平氏と全く縁を切ったわけではないと思います。それが佐竹氏を苦難の時代へと導いていってしまうんです。鎌倉時代は源氏、源頼朝の時代ですよね。鎌倉時代については僕ごめんなさい、あんまり詳しくはないんですけれども、まあ源頼朝といったら源平合戦ですよね。この時佐竹氏はどっちについたかというと、お察しの通り平氏側で戦いました。だから頼朝からは敵対されて合戦もしていたんです。金狭山城はその時舞台となったお城です。かなり山奥にあるお城ですが、標高412メートルと上からの景色は絶景ですね。佐竹氏は降伏し、最終的には許してもらって鎌倉の御家人の身分まで戻ることができたんですけれども、一族存亡のかなり危ない時期ではあったんですね。でもどうして頼朝はそこまで佐竹氏を攻撃し続けたのか、しかも最終的には許してしまったのかっていうと、これもすごく面白くって、佐竹氏と敵対した頃はまだ鎌倉幕府は不安定で、もっと自身の権威を高めたかったわけなんですよ。その時に同じ清和源氏だった佐竹氏を警戒して、自分をより正当な源氏の血を受け継ぐ者として上下はっきりさせようとしたようです。この辺りからもいかに佐竹氏が由緒正しい一族であるか周りから認識されていた証拠ですね。南北朝時代になると全国では北朝南朝に分かれて、各地でですね争いというのが勃発していくんですね。ここでも佐竹氏はいずれに味方するか選択を迫られるわけですが、佐竹氏はかなり早い段階で北朝足利尊氏についたことで、後に勝利して足利政権、室町幕府ですね、では日立の国守護の地位を確立します。まさに鎌倉時代の反省を生かす、いかに勝者の側に立つかということですね。
どんなに盤石な勢力を持っていても、より大きな波が来た時はよく見極めて臨機応変に立ち回らなければならないということなんですね。室町時代は守護佐竹氏にとっては盤石な時期でもあり、勢力の影響力が増していた時期とも言えます。そのせいで一族での争いも多発します。特に山入りの乱では佐竹氏家中を大混乱に陥れる大規模な争いとなりました。ここは佐竹氏と100年にわたる抗争を繰り広げた佐竹氏の有力一族山入り氏の本拠となった山入り城です。山入り氏は最も佐竹氏を悩ませた一族で、先ほど紹介した久米城や太田城を一度は奪い取ったりもしています。個人的には山入り氏の存在というのは佐竹氏を戦国大名化させるきっかけとなったとも言えますし、佐竹氏の勢力拡大を阻んだ存在とも言えるんですね。こうして一族の争いや周辺国衆を束ねていく中で、これまでの守護職としての佐竹氏から日立の国の国主、独立体制としての戦国大名佐竹氏へと変貌を遂げていきました。その後一応は関東の名門として生き残ることはできましたが、日本は戦国時代、関東では北条氏の登場によってまだまだピンチは続くんですね。戦国時代の佐竹氏はかなり大きくなっていて、本家佐竹氏以外にも北家、東家、南家と分家するほどの大きな規模になっていたんですね。ちなみに北家の本家となったのは久米城で、本家の居城である太田城から北に位置するためそう呼ばれていました。久米城は分家した一族のお城とは思えないかなり大規模な山城となっています。このように日立の国を中心に盤石な勢力圏を築いた佐竹氏でしたが、その頃の関東は北条氏が勢力を拡大して、かつて鎌倉公方と言われた古賀公方を取り込み、関東ナンバー2の関東管領上杉氏を追い込んでいました。佐竹氏は上杉氏、上杉憲政の時も上杉謙信になってからも協力というか従属ですね、して北条氏に対抗します。これで関東は古賀公方、後北条氏 vs 管領上杉氏、佐竹氏などなどっていう構図ができるかと思いきや、そう単純ではなかったんですよね。上杉謙信は越後の戦国大名なので、佐竹氏とはうまく連携が取れなかったり、謙信は関東に出張という形でやってきますので、謙信が越後に引き上げるたびに北条氏が巻き返してくるという状態が続きます。当時の佐竹氏の立場からしたら、謙信さんで大丈夫かと、もしかしたら謙信さん当てになんないんじゃないのみたいなね、そういう風に考え出してしまったわけなんですよ。おまけに関東では次々に北条氏に寝返る国衆が現れ、日立の国でも織田氏という一族も北条氏に属するなど風向きが変わってくるんです。この織田氏についても面白くって、織田氏と佐竹氏は因縁の中で幕府や関東管領上杉氏の下では味方だったんですが、佐竹氏のことはずっと嫌いだったようなんです。というのも、もともと織田氏は鎌倉時代日立の国の守護だったんです。それが南北朝時代に南朝側についたために、佐竹氏に守護の座を奪われてしまい今に至ると、そういった経緯があって意地でも佐竹氏には従わないと決めていたわけなんですね。茨城県つくば市にある織田城は織田氏が本拠としたお城になります。織田城は佐竹氏、上杉氏、北条氏の境目となる場所で、数々の戦が繰り広げられました。現在遺構はあまり残っていませんが、佐竹氏にも引けを取らない名門の居城として大規模なお城となっています。なんて反北条の姿勢を強化していた矢先に、上杉謙信は北条氏と同盟を結んでしまうわけです。上杉だってこれまで散々ね、北条の攻撃に悩まされていたりだとか、そもそも謙信が関東にやってきた理由っていうのは北条氏が原因だったわけですよ。なのにこんな状況になるなんて、佐竹氏からしたらもうはぁって感じになるわけですよ。ついに佐竹氏は日立、下野、下宇佐の国衆たちで団結して領国を守っていこうという独自路線での生き残りの動きを見せていきます。これは余談なんですけれども、この辺りから上杉謙信の戦のこの召集みたいなのに応じなかったりして、謙信からめちゃくちゃ怒った書状っていうのが、各地の国衆たちに送られていて、それが今に残ってたりするわけなんですよ。謙信はこういった怒りの書状がいくつもあって、結構感情を表に出しやすい人だったのか面白いですよね。話はそれましたが、この佐竹氏を名手とする勢力のことを東方の衆といって、北条氏の関東制覇を阻む勢力となっていったんですね。
そんな中、北条氏と東方の州都で沼尻の合戦が起こります。これは日立、下野、下総の反北条勢力との合戦で、その規模は両軍合わせて10万人の大規模なものでした。で、東方の州の名手として、独自路線を走り始めた佐竹氏だったんですけれども、北条氏の勢いというのは日に日に増していったわけなんですね。実際には大きな合戦をすることもなく集結することになったんですよ。ただこの合戦というのは関東戦国史だけではなくて、全国、戦国史そのものから見てもかなり重要な合戦だったわけなんですね。その理由として、ちょうど同じ時期、西の方では小牧長久手の戦いが起こっています。そうなんです、両方の合戦は連動して進行していたんです。つまり豊臣秀吉と佐竹氏などの東方の州プラス上杉景勝、そして徳川家康と北条氏と、そういった全国的な規模での合戦だったわけなんです。ここではなんとか事なきを得た佐竹氏でしたが、時代は豊臣秀吉によって急速に天下一統に突き進み、もうこれまでの小さな国衆たちの連合ではやっていけないと限界を迎えていたんですね。また新しい時代に対応するために変革が求められていたということなんですよ。ここで佐竹氏ら東方の衆は、その後も脅威となっていた北条氏を迎えようとして、豊臣秀吉の傘下に入ることを決断します。豊臣秀吉はこれら東方の衆による再三の関東出兵の申し出を受け、総武事例、そして小田原攻めとつながっていきます。これによって佐竹氏の領国は安堵されたものの、豊臣政権からは東北や朝鮮への出兵、家臣団の再編成など、これまで通りとはいかず大幅な変革を求められました。それでもなんとか対応して、豊臣政権では54万石の大大名へと上り詰めたのでした。これで佐竹氏史上最大の勢力となったわけなんですが、この急成長というのがこの後足を引っ張ってくるというふうにつながっていくんです。豊臣秀吉の死後、徳川家康と石田三成の関ヶ原の戦いへと時代は動く中、佐竹氏はどうしていたのか、結論から言うと何もしなかったです。その理由については諸説ありますが、最も大きな理由として2つあると思うんですね。まず家中には家康派と石田派があって、なかなか決断ができなかったということ、そしてどちらにつくか慎重に判断している間に関ヶ原の戦いであっという間に決着がついてしまったということだと思います。個人的にはどちらも大きくなりすぎた勢力のせいで小回りが効かなくなってしまったのではないのかなというふうに思います。あとは豊臣傘下になるための組織作りをミスってしまったのかなというふうに思うんですね。これには佐竹氏もまずいと、佐竹氏はもう終わったと、これまでにない危機感を感じたかと思います。しかし僕はその後に佐竹氏が見せた挽回が見事だったと思います。まさに立ち直り力とでも言ったらいいのか、このリカバリーはすごかったんです。合戦後すぐに佐竹氏は家康に徹底した標準姿勢を示して、なんとか改易だけは免れます。慶長7年3月、家康から秋田に天保を言い渡され、所領も54万石から21万石に大減封されても、とにかく従い、初代久保田藩、秋田藩とも呼ばれていますが、の藩主として明治まで続いていきます。ちなみに現在の秋田県知事の佐竹知事は佐竹喜多家の方なんですって。有名人で戦国武将の子孫とかよく聞きますけど、これこそ正真正銘のお殿様の家系って感じですよね。キングオブ子孫って感じですよね。時代は変化していくんだから自分も変化をし続ける、もし間違えても後から挽回すればいいじゃん、諦めずに生きていこうよっていう感じがして、なんか気持ちのいい一族でしたね。というわけで今回は関東の名門佐竹氏について語りました。最後に佐竹氏についてまとめると、佐竹氏は関東だけでなく全国的にも珍しい平安時代から続く名門の一族で、現在も受け継がれているということ、そしてなぜ長く続いているかというと、その時代に応じて変化し続けてこれたからということ。しかしそうは言っても変化することは容易ではないんですね。転換点ごとに成功失敗を繰り返しながらなんとか生き残れたと、それは窮地に立たされた後のリカバリー力もあったということなんですね。これは戦国時代に限ったことじゃないですよ。やっぱり対応力とリカバリー力というのは上手に生きていくためには必要なものですよね。今回動画内で紹介した別の動画のリンクや参考書籍のリンクは
動画説明欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後にチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。